日経トレンディーが今年のヒット人としてお二方を選ばせていただきましたまずはテレビに CM 雑誌「この方」を見ない日はないというご活躍ぶり今年も数々のドラマや CM に出演恋する女性役からかんぽ生命や跳躍の CM ではコミカルな演技までこなし主演映画「植物図鑑運命の恋拾いました」が大ヒット幅広い演技力と歌唱力が高く評価され多方面で活躍視聴者を魅了 まあなんといっても NHK 連続テレビ小説ととねえちゃんでヒロインの小橋恒子役を演じトップ女優の一人に踊り出ました2016年日経トレンディ今年のヒット人女優高畑充希さんですどうぞ大きな拍手でお迎えください高畑充希さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあまずは一言ご挨拶をお願いします えっと今年人々に選んでいただきました高畑です今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますありがとうございますではステージ上手の方にちょっとご移動いただいてもよろしいでしょうかさあそして今年の人にもう一人ご紹介しましょう抜群の歌唱力でミュージカル業界では若手ホープとして大活躍のこの方 昨年放送のテレビドラマ、下町ロケットで若手技術者のマノ役で出演し、強烈なインパクトを与えました。下町ロケットから3クール連続でテレビドラマに出演。お父さんと呼ばせてやグッドパートナー、悪党たちは千里を走るなどでは明るいキャラクターが印象的でお茶の間の人気者に。また、夏には自女伝知らないよ。カバーアルバム 1936YOURE SONGS も発売しました。舞台、ミュージカル。 テレビドラマ、音楽番組など多方面でその抜群の演技力と歌唱力で世間を魅了強烈な目力と笑顔がとても印象的でした2016年、日経トレンディーが選ぶ今年のヒット人ミュージカル俳優の山崎育三郎さんですどうぞ大きな拍手でお迎えください皆さんおはようございますす山崎育三郎です今日はどうぞよろししくお願いします。 よろしくお願いします。 さあ編集長今年のヒット2お二人、はい、高畑さんと山崎さんですけども、はい、選ばれたポイントをまずは教えてください、はいまあ、あの高畑さんにつきましてはあの今お話ありましたけれども NHK の連 NH ドラで本当に国民的な存在になったのはもちろんなんですけれどもあのそれに加えてですねもう本当に数年前から CM 等に多数出演されておりましてあの私のまあ印象としては本当にこう見るたんびにこう印象が変わるというか例えばあの「長屋の梅酒」や「ドコモ光の CM でこう歌唱力にこうびっくりしたりとかあるいは 本当に王道の連動をやられたりとかあるいはその合間にあの月9のドラマもやられたりとか本当にさまざまなところで本当にこうひっきりなしに活躍されてかつ、そのたびにこう違う底の知れないこう才能というかです、ね、そういうところをちょっとこう評価の基準とさせていただいてヒット,ニットを選ばせていいたただきまました、はい、ありがとうございますあの今、ね、選ばれたポイントを伺って高畑さん、今年のヒット2に選ばれましたけども。<laughs> <laughs> そうです、さっき挨拶の時に「人々」って言っちゃった大丈夫大丈夫大丈夫誰も気づかなかったずっともやもやしててすいませんでした人人人ですそうですねあなんか私自身は結構ここ23年がむしゃらに走ってきていた感覚だったのでんか今改めてこう並べて教えられるとあ 働いたなって思いました。<laughs> そうですよね。はい。でもあり,ありがたいです。2016年、す,うん、すごく豊かな年でした。なるほど。はい、がむしゃらに頑張ったことが評価されてのヒット人ということですけれども。はい、嬉しいです。はい、で山崎さんはじゃあ選ばれたポイントははい。あのー、皆さん多分すごく記憶に残られているのがあの下町ロケットの、えー、間野検作さん役ですかね。はい。で,であれを見た時に最初にこうかなり憎まれ役で。 すごくこう世の中的にもこうそういう。 風に見られたたことともあったと思うんですけどもその後後,後半こうガラッと今度は好青年役に変わ,れて変わられてその時の,そのインパクトはものすごく大きかったんですけどもその後本当にその直後ですかねあの一昨年あのこちらの筆頭人にもお越しいただいた室剛さんと共演された、はいえー「悪党たちは千里を走る」というドラマで、はい、あのコンビ役を演じられたと思うんですけどもその雰囲気がまたガラッと違ってですね、まあ、もちろんそのミュージカル界のプリンスと呼ばれるようにミュージカルで活躍されているのに加え、まあ、ドラマそれから 先ほど歌を出されたりとか本当にこうマルチな才能をお持ちということで一人に選ばいたました、はい、その選ばれたポイントを聞いていかがですかいやもう嬉しいですね、あの僕は本当に子供の頃にミュージカルの世界に入って29まではもうほぼミュージカル一筋という世界でやってきましたので実はあの美月とは数年前にミュージカルで二人で主演をやったことがありまして、はい、まさかヒット陣。<laughs> ヒット人でお願いしまもヒット人でもヒット人でもちょっ人違うまさかこういう形で2人が今こうやって並んでるのも自分としてはすごく不思議な感覚があるというかそうねミュージカルから2人で一石投じた感じがあって嬉しいです嬉しいね僕自身今年もミュージカルの公演がありまして4か月公演で3か月が地方だったんですね で地方に行くとあの本当にあの実は4か月間ほぼ毎日公演がありまして全公演完売したんですよ。<Wow. S 1> でそれで地方に行くと本当にあのドラマで「下町ロケットで」で知って初めてミュージカル来ましたとかバラエティ番組で見て興味を持ってミュージカル来てみましたみたいな方が本当にたくさんいらっしゃってくださってで実感したというかでまたこうやって今日呼んでいただけることを本当に嬉しく思っていて。自分としてはこの2016年が 本当に自分の人生の中でも一番短かった年というか、うこの間、気づいたら11月になっていて、1年があっという間だなという感覚がありまして、今年はもは自分にとってすごい大きな年になりました。はい、なるほどい田ことで、ま、山崎さんもお互いに頑張ってきて、今日お2人でここにヒット人として立っているということで、<laughs> はい、よろしくお願いいたします。<laughs> はいでは